할렐루야. 자, 신약세쇼 시도 겐코로쿠 1쇼 1쇼노 1세츠 요리 14세츠 마데 오염시마 開きましたか? じゃあ声を出してどうぞ。テオピロ様、私は先に第一巻を表して、イエスが行いまた教え始めてから、お選びになった使徒たちに聖霊を通して差し図を与え、天に上げられた日までの全てのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを 数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で、バプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊による、バプテスマを授けられるからである。さて、 人たちを集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期は、あなたの知るどころではない。あなたの上に聖霊が下ると、あなた方は権威と力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダと、サマリアの全土で、また地の果てに至るまで、 私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見てるうちに、天に上げられたが、雲に覆われて、彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去っていかれるとき、彼らは天を見つめていた。すると、白い服を着た二人の人がそばに立って、言った。彼らへの人たち、なぜ天を見上げて立ってるのか。あなた方から離れて、天に上げられたイエスは、 天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。使徒たちはオリブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にもあることが許される距離のところにある。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、 アルパイの子ヤコブ、熱心との子、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆婦人たちや、イエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。その頃、ペテロは兄弟たちの中に立っていた。120人ほどの人々が一つになっていた。アメン。祈ります。 今も生きておられる主なる神様、主イエスが天に昇られたから今までは、あなたの聖霊なしには誰も主と共にすることはできない。あなた方が聖霊だけによって世にいるあなたの子供たちと共にしてくださる約束が今この時間まで続いております。今日主イエスが 自分が罪人のために復活の命を成し遂げて天に昇られる代わりに、ご自分の聖霊を世にいる子供たちに送る約束をされ、昇天から10日後に聖霊が罪を悔い改めながら祈り求めていた弟子たちの中に臨まれました。 この、地を超える超素晴らしい出来事に対する正しい知識を今日も与えてくださり、聖霊によって生きて、神と共に、陸の弱さや罪から完全に離れられる信仰生活ができ、いつでも救われ、突然離婚を去ろうとあっても神の御国へ移される、 信仰生活が継続できますように、一人一人を助けてください。
主イエスの御名によってお祈り申し上げます。アメン。ハレルヤ。聖霊。この間ある方が聖霊については30年近く教会通うんだけども、聖霊については教わったことがないと言ってました。先週の水曜日、教会で教えてないと、これはいかに大変なことだろうか知るべきだけども、知らないから教えないの、知らないから教えないの、知ってれば聖霊を抜きにしては何もできないことが分かります。知ってれば聖霊を避けて他はできませんよ。知らないから聖霊をほっといて、聖霊以外のところで一生懸命頑張るの。頑張る、一生懸命。熱心に頑張るはいいけど、間違った熱心は逆に神の神殿を破壊してしまう恐れがあると。間違った熱心は信仰じゃない。逆に神の聖殿を破壊すると言ってる。すなわち、間違った方向へいくら一生懸命走っても、そこには神が喜ばれる勝利は備えられないということだ。6年か7年ぐらい前に天に召されたピーター・ペランというカナダ人の宣教師がいました。うちの教会の伝道師でした。彼は21年前に上の伝道集会に来たことがきっかけになって、うちの教会に移ってきた人なんですが、初め日本に来るときにはカトリックの宣教師として来ましたけども、日本に来てからカトリックの矛盾が彼なりに分かって、カトリックの宣教師を辞めました。宣教師を辞めたから宣教師ビザ、宗教ビザがなくなったから国へ帰ればならない。しかし彼は日本が好きになって、この日本にずっと住みたいという望みがあって、早速ピザを取るために日本人の女の方と結婚しました。それからプロテスタントの教会にずっと30年ぐらい通ったんです。その30年ぐらい日本でプロテスタントの教会に通った後にうちの教会に来たんですが、それまでに彼は一般信者として教会に集いながら介護学校、英語やフランス語や日本語などを教えるこの介護学校を4つも5つも設けて、金儲けがたくさんできたと、私たちに出会うまでそういうことをやってうまくいってました。で、ある大学では英語も教えたり、いろいろ本人はもう神のイエスの中で満足するしている、ある意味ではすごいイエス様を愛しているかのように、そういう信仰を自分にはがあると思っていたんですよ。で、うちに来てから間もない時に三鷹に2階建ての31個の部屋のあるそういう物件を買って、そこに平和の家といってホームレスたちを募集して、集団生活をなんか福祉施設みたいに作って、そこで賛美もしたり聖書勉強もしたりして、そういう彼がなりに、心の中で持っているその望みを持って、もう神の子供たちの集まりというただの福祉施設じゃなくて、そういうのを理想としまして作ろうとしたんですね。で、最初それをサモニーと私の前でそういう胸を打ち明けた時に聞いてたら、聖霊様はそれはふさわしくないと、彼はしもべと呼ばれてるから、そういうことよりまず神様に喜ばれることを先にすべきだけど、
しもべとしての務めは忘れていて、そういう しもべでなくて一般信者でもいいようなことばかりに心がいている。それはだから決して神が導く道じゃないという感動があって、これは見心じゃないからやめた方がいいと言ったら、この方が目の前で顔が真っ赤になると怒るんですよ。そして彼が口から出した言葉は、東洋系の牧師たちは大体頭が固いて、なんで牧師の判断で自分が考えているこの素晴らしい事業を反対していると思われたからですよね。だから自分がそういうのをすごい考えているのはすごい素晴らしいことだと思うんだけど、牧師の頭が固いから牧師の判断でそれがダメだと言っていると、こう誤解をしたわけ。誤解をしたから、彼が誤解するにもおかしくないのがあるのは、年も私の親父くらい多いし、私より信仰歴は3倍、当時私の信仰歴が十何年だった時に彼は50年近くあったから、信仰歴も3倍だし、年も親父ぐらいの年だし、だから当然自分のせがれのような牧師がダメだと言ってるから、それが耳に入らない。だから当然怒って頭が固いと一言牧師に言って、それから牧師の言うことを聞かないでその物件を買ったんです。それで3ヶ月間一生懸命準備してスタートしたんだけども、3ヶ月後にある日電話が来た。電話の向こうの声がすごいはつらつだけども、それはただの明るさじゃなくて、なんか申し訳ないという声が混ぜていた。恥ずかしさも混ぜていました。先生ちょっと会えませんか。会えるよと言ったら、じゃあ教会の隣のチョナさんに今行きますから会いましょう。でサモニーと2人が出てきましたら、もう前に自然に来て座ってました。彼が何を打ち明けたでしょうか。先生もう3ヶ月で700万円飛ばしていい勉強になりました。平和の家畳んだんです。平和の家畳んだそうですよ。3ヶ月で700万円飛ばして、あれ高い授業料を払っていい勉強になったと。自分は今までいつも主イエスの御名を信じながら、主のためにと思いながら、聖霊より先に走りながら一生懸命やって、いつも早く聖霊様、早く聖霊様来てください、聖霊様早く来て助けてください、私はこんな素晴らしいことをやりますから早く来て助けてくださいと、聖霊より先に走りながら聖霊を自分が早く来て助けてくれと招いていた。こういう信仰生活を50年以上やってきたと言っています。しかしそれが間違いであることが今回の勉強で分かったと。3ヶ月で700万円かかったと。その700万円を教会に献金しろと私が言ったら、もしか野球バッター持ってくるかもしれない、野球バッター持ってきて私を脅かしたかもしれないよ。700万円献金しろという変な牧師だと。しかし自分のためには簡単に3ヶ月で、考えてみなさいよ、3ヶ月で700万円費やして結果は失敗で終わった。神のために捧げなさいと言われたら怒るはずの人が、自分勝手に生きるのには惜しまず投資して3ヶ月後にそれも失敗で終わった。じゃあ今日のこの方の証を聞きながら、皆さんは信仰生活をどうすべきだろうかをよく知るべきですよ。この方がその時サモニーも覚えてられたの、これからはサモニーと牧師が何を言ってもその通りに従います、自分では何も決めません、こう告白したんですね。もちろんそれは嘘でしたが、でもすごい変わるのは変わってきたんです。それがあって、そういう経験があって結構方向は変わってきたんですが、彼がそうやって
うちの教会に通いになったんだけど、ある聖霊様がしもべと呼ばれてるものが一般信者として死んでしまったら天に行くのが難しくなるから、しもべと呼ばれていながら今まで何十年もしもべの道を歩いて一般信者の道を何十年も通ったから、これは背きだ。だから救わせるためにはこの人にしもべの仕事を与えないといけないと思って、 伝道師に任命した伝道師、うちの霊的な説教の流れから言うと、彼がうちの教会で伝道師なのは無理なの。本当はなんで口から出る言葉が霊的じゃないからよ。いつも神は愛なり言ってるんだけど、聖霊による話じゃないから、ここでマイクを与えてうちの教会でこの伝道集会メッセージしなさい、これできない。本当はしかし、 しもべとして仕事しないと天に行くのは難しいから、この人を救うために伝道師に任命して公園でメッセージをするようにしたんですね。時間が経ちまして、彼の心臓病が発生しまして、この透析をしないといけない。透析をすると、 入院しないといけないし、だからこれだけ50年以上信仰してきた人が通して心臓に病気ができるのか、透析をしないといけないのか、これきっと罪の結果なんだから、親父のようなひどに、いつも牧師が行って、稲毛に住んでたの、調布の先の稲毛市立病院に牧師が見舞いに行くと、いつも 彼のために祈るのは他じゃない、気づいてない罪、彼が悔い改めてない罪を許してくださいとずっと祈ること。彼が最後に天に召される3日前に牧師の夢に現れたんです。夢に現れた彼は初めてハンサムな姿で、2、30代の若い青年のハンサムな姿で、 超下素晴らしい、モデルさんよりももっと素晴らしい格好で、元気そうな姿で現れて、もうすべてのあらゆる病気が癒されたから、もう教会来なくてもいいですよと。病気が治ったなら教会に自分の足でちゃんと来ればいいじゃないかと言ったら、いや病気が治ったからもう来ることないって、これ霊的な意味、霊的な意味。 夢が覚めてから意味が分かりました。病気が癒されたから教会来ることない。この病気はどんな病気ですか？霊的な病気、罪という病気。教会には罪人が来るんです。罪人が来て罪から離れて救いを得て神の国に行く準備をする生活が信仰生活なんです。 罪が全くなければ教会来ることもなければ、このように生きる必要もないの。罪がない人のために神が用意された神の御国に行けば、もっと素晴らしい世界があるから。罪人だけがとどまるのか、エデンから追い出されたこの地球上であることを信じる人だけアーメンと教え様に思い切りを送りまして、地上に生きる間は罪は自分にはないと思う、こういう 本当に恐ろしい心は捨てるべきですよ。地上に生きる間には人はいつでも罪を犯しうるもんだ。アメン。だからいつでも罪を警戒しないといけない。で、いつでもまずやるべきことは罪を悔い改めることが信仰生活の基礎になるべきだ。そうすると一番安全になるんだと。アメンですか。彼が天に召される3日前に現れて、 やっとあらゆる病気が癒されたと言ってました。あらゆる病気が癒された。すなわち天に召される3日前に彼が完全に罪から解放された。そして聖なる神の国に行ける、神の国に行ける聖なる罪から離れた聖なる状態に生まれ変わりが完成できたということなの。だから教会には来ることないの。教会には罪人が来るべきだ。アメン。 罪から完全に解放された人はどこに行くべきだ？教会じゃなくて本郷、
ご自分のふるさと、神の御国に帰るべきなんですよ。この夢の意味がこういう意味だから、もう近いのかな、やっと罪から離れて神の国に行く準備ができたかなと思って行ったら、3日後は手術だったんだけど、朝8時半に私が電話したの、いきなり。8時半だったら説教のために祈ったりしている時だから、個人に電話するようなことはまずはよっぽど緊急事態じゃないんだけど、いきなり電話したくなって、電話したらベールが長くなっても出ないわ。いやー、ひょっとすればおかしいなと思って、やばいと思ってる時に電話に出たのは本人じゃなくて、本人の携帯なのに娘さんが出まして、ああ、それとも今先生のところにちょうど電話しようと思っていたところです。実は父が30分前にイエス様のところへ召されましたという、30分前にイエス様のところへ召されたと娘の報告があったね。皆さん、信仰歴が60年も以上なった人が天に召されるまでの罪から離れて、聖霊によって罪を悔い改めて天に召されるまでのその彼の人生を私が見届けていたんです。彼はその平和の家がためになるとともに、それまで介護学校などいろいろたくさんやったのもその前に全部畳んで、もうできなくなって、一時は金もたくさん儲けたんだけど、結局神の霊に従う生活をしてなかったから金もほとんどなくなって、ある金も全部奥さんの方が持っていっちゃって、本人は本当に金もわずかな金しか残らなくなって、で病気を得て最後に失敗したのがその平和の家なの。それから経済的にもドーンと落ちて、それから透析をしないといけない心臓病まで得てしまった。それから天に行くまではひたすら気づいてない、本人が気づいてない罪の悔やためを聖霊によってやらしてきて、やっと全ての罪が清算される瞬間に天に召されたということだ。彼が天に召される準備が完全に終わったのは、天に召される3日前、ただの3日前。ヨハネ 1-12 節に、そのなイエス・キリストの皆を受け入れて信じる者は神の子になる資格が与えられる。韓国語では権威が与えられる、日本語では資格が与えられるとあります。イエスの皆を信じる者は一応神の子になる資格を与えられる。神の子と呼ばれますが、聖霊を受けてない神の子供たちはどういう状態なのか。神の子ではある、親がいるのはいる、でも一人でいる、親と共にいない孤児な。主イエスがおっしゃったの、ヨハネ 14-18 で、復活したイエス様が天に昇天すれば地上にいる信じる者が孤児のような状態になる。から孤児の世にあなた方を放っておかないために、私が私の聖霊を代わりに送るんだと、こういうことを説明し約束されたんですよ。だから聖霊を受けてないクリスチャンたちはクリスチャン孤児なの。クリスチャン孤児、神を信じるんだけども神と共にいないということなの。自分だけで生きると、この意味を、どんな説教よりも今この意味をはっきり悟って、皆さんこういう正しい知識を元にして信仰生活を考えていかないと、いくら頑張っても無駄だと。悟りましたか？ハレルヤ。もう一度聞きます。先へ説教することないの。まず一番大事なのが何だ、みんな一緒に、聖霊よ。受けてないクリスチャンはどんなクリスチャン？孤児のクリスチャン、死んだクリスチャン、
神を信じるだ信じるんだけど神と共にいないクリスチャン、これを認められれば幸いだけども、こういうこと言ったら、うん、説教するとは反発する人が多いのはどうしてなんでしょう。これ聖霊によって判断したらこれ当たり前なの。しかし陸によって判断したら反発したくなる話だ。なぜそういうことがあるのか。同じクリスチャンなのになんで当然なことを反発する人がいるのか。クリスチャンでも聖霊によって生きるクリスチャンは肉の思いを超えるの。しかし聖霊によって生きないクリスチャンは肉の思いにこだわっている、気分感情にこだわっている。それでそれによって判断するから向かう世界が違うんですよ。ハレルヤ。皆さん考えてみなさいよ。皆さん生まれたのは生まれたんだけど、生まれてから気がついたら親がいない。うん？赤ちゃんの時から一人だとすれば、誰が皆さんを連れて行っても自分では自分を守れない。誰に連れて行かれて虐待されても守ってくれる親がいないと全部やられるしかないの。親がいるのと親がいないのと考えてみれば運命の質が全然変わってしまう。いちいちうわーと泣けばおっぱい飲まして、出せばおむつ替えてくれる、濡らしたら洗濯してくれる親がいるのと、そういう親が全然いない子供と運命がどう違いますか。自分で頑張るしかない、子供でありながらも。しかし親がいると、それも有力者の親がいると、思春期を超えても、いや結婚するまでじゃなくて結婚してからも親に頼る、親に力があるとよ。そうでありません。健太は何歳までされたの、親に。大学行くまで。もう親が大学までちゃんと生かしてくれたから、自分は親父の恩を忘れないで死ぬまで、ただ死ぬまで親父に恩返しをしたいと涙しながら何度も牧師の前で言ってたよ。あの顔見なさい、涙もろい顔じゃないでしょ。でも親の話をする時だみで涙もろくなっていったの。親が支援してくれなかったとすれば、自分は大学へ行けなかったって。親のおかげで今日があると。こう親がいる子供の運命はこういうもんなの。でも彼が困っていた時に、今の命を懸けて恩返しをしたいという親父がなかったとすれば、彼の運命はそこから転落していく。それでも誰も守って助けてくれない。これが孤児というの。孤児、クリスチャン孤児、クリスチャン孤児も一緒なの。聖霊が親として共にいるクリスチャンと、聖霊によって生きない自分一人でクリスチャン生活している人と、運命の方向が程度、力、祝福、いろんな幸せなどの程度が全然違う。聖霊と共に生きないクリスチャンたちは、20年、30年クリスチャン生活しても、いつも上乾いてる。心の穴を埋めようがないの。いつもなんか穴が開いたかのような。寂しさが、上乾きが、乾いた喉が癒されないわけ、癒されない。これが聖霊なしに生きるクリスチャンたちだ。しかし聖霊によって生きるクリスチャンたちは、すべてが、まず権威と力が違う。桁の違う世界を生きる。熊倉健太の話出たからついでに言いますが、彼が約1ヶ月ほど前かな、血糖値が500いったのは。そうでしょ ?3 週間以上。約1ヶ月間血糖値が500超えちゃって。インシュリン打っても下がらない。インシュリンが効かない。これをね、客観的な判断で言うと、河村重幸さんが成田日赤病院に入院したときに、血糖値450切ったんですよ。その時お医者からファクスで、ファクスが俺に4枚よ、4枚。死ぬ理由が3つあるの。死ぬ。これこれのことで死ぬ。これこれのことで死ぬ。これこれのことで死ぬ。450以上上がった彼は、血糖値が、死ぬ理由が医学的に3つあったの。だから必ず死ぬ。
しかし万が一奇跡というものが彼に起きて死なないとすれば、命は助かったとしても目は視力は失明 100% 失明 100% 見えなくなる。血糖値が400以上超えたら、こういう成田日赤のお医者から主治医から私宛にファックスが送られてきたの。これは何度も皆さんに私は紹介したことあるんだけど、そこまで言ったら医学的にはもう無理なの。手の打ちようがない。何、川村さんが恋しくなったの？奥さんがいるから。夫婦にじゃあそうでしょ。だから医学的に言うと彼も陸大の命の限界を超えてもう死なねばならない限界にまで行って、もう1ヶ月ぐらいだよ。だからもしかしたら幽霊が座ってるかもしれない。医学的に言うと、医学的に言うと今ここに座ってられない人が今ここに座ってるんだと。ここにもいるし、病院で諦めた子宮がここにもいる。座っていちゃならない人が今座ってるのは他の力じゃなくて聖霊によって伴う印、約束された力。ハレルヤ。人にできないことができる全能なる神が今も信じる者どもと共にいて働いてくださった結果であることを認めて信じる人だけ、今皆さんの中で働く聖霊様にアーメンと拍手を心から思いっきり送りまして、聖霊によって皆さんの運命が人間的な水準から神の領域の水準に上げられますように、主イエスの皆で祝福します。アーメン。聖霊によって生きる人は権威と力がの水準が世と世の意にいる人と違うの。同じレベルじゃありませんよ。だから考えるのも知識も向かっていくのも目標も全然違うの。聖霊受けてないクリスチャンたちは地上にいるものばかり求めるの。地上にいるものばかり求める。しかし聖霊によって生きる人はまず地上にいるものはまあどうでもいいよ、与えられたものを感謝する、欲を足さない。しかし天井にあるものを優先的に求める。こういう希望が望みがゴロッと変わるの。タバコなんか、俺はタバコなしには生きていけない男はと思ったのが、タバコの匂いが一番嫌い。今は変わるんですよ、気分感情が、好みが変わるの。ハレルヤ。彼の話、500を超えて1ヶ月経ってるのに、君罪は全部悔やまい、罪の結果だよ、何かあるのは誰でもと言ったら、罪は2度も3度も一回り二回り全部悔い改めたつもりなのにと言ってましたよ。しかし悔い改めない罪がまたあるはず。ここで話をしてるうちに、先週水曜日、彼が悪いことした、人間として世に生きる間に悪いことした、タバコ吸ったとか酒飲んだとか人に怒ったとか憎んだとか、例えばこういう罪は全部悔い改めた。しかし悔い改めができてないのが何かというと、もっと根本的なイエス様を十字架につけた罪を悔い改めてイエス様を信じると言いながらも、また同じく神に従わないイエス様を十字架につけた罪を25、6年も犯し続けてきた。それが罪であると知らなかったの。意味が分かった。イエス様が十字架につけられたのは人の罪をあがなうためだけども、人のどんな罪なのか、神には人に向かう計画があるの、統治計画が。これが命の書にあるの。世を作る前、我々がママのおか何母体に生まれる前からあるの。詩編の139の16節にあるし、エペソ1の4以下にあります。そういう神の計画があるんだけど、その神の計画に従わず背いて生きたのがイエス様を十字架につけた罪なの。アメン。アダムとエバが楽園にいた時にどんな罪を犯して楽園から追い出され、神様との関係が切れたの。お酒飲んだり、夫婦喧嘩したり、憎んだり、人を殺したり、こんな罪を犯したからエデンの園から追い出されたんじゃなくて、神の統治命令、これは善悪の木の実からは取って食べるのは、取って食べれたら必ず死んでしまう、神から断たれる、
この統治命令に背いたから神様との関係が切れて追い出されたと信じますか。夫婦喧嘩よりも人を憎んだ人を殺した罪よりももっと根本的な罪は神の命令に背いた罪なの。その罪を背負うためにイエス様が十字架の上で血を流して死んだんです。これが人が良かろうと思って 迷い出た羊のように、迷い出た羊のように羊飼いの草笛に従って羊飼いについていかず、羊が自分勝手に迷い出て行きたいところを方々歩き回った罪のように、人が神の統治命令に従わずに自分なりに生きたその罪が背きの罪なりイエス様を十字架につけた罪であり、アメン。なのに、 その罪を悔い改めてイエス様を信じます。そして自分なりに生きる罪を悔い改めてイエス様に聞き従う信仰生活をしますと告白してから、教会来たりいろいろやってんだけども、しかし肝心なところでは神の計画には従わない。さらにイエス様を十字架につけた罪をクリスチャンになってからもずっと犯し続けている。この罪が悔い改めてきたない。 25年前にしもべて呼ばれたのに、従わなかった、信仰生活しながらもしもべになるという計画にはしたがわなかった。この罪の悔い改めが、この罪への意識がなかったわ、はっきり。その罪を根本的な罪を悔い改めなさいと言って勧めたら、この間悔い改めた。そしたら今まで飲酒に打っても効かなかった、病院行っても無駄だ、こういう彼の血糖値500が どこまで下がったのか、200以下まで下がったの。薬飲んでないよ、病院行ってませんよ。なのに血糖値が根本的な罪を悔い改めたら血糖値が下がってきた。ハレルヤ。なんで病院に救急車呼んで運ばないのと思うかもしれませんが、救急車は誠の癒しの主はイエス・キリストの 聖霊しか他にはないこと信じますか。信じますように。アメン。根本的な治療はイエス様の聖霊しかできないの。もし彼が医学に頼っていたならば、彼は今この世にいないの。もうお葬式が終わっているはずなの。ある話で、ある話、 本人の前である話、本人が神からメッセージを受けたの。歴代史16章に、 歴代史記の16章に、アーサー王に対する彼が足に病気ができたときに、 38年ぐらいは、 7、8年は 神に頼って癒され守されて生きたんだけど、病気があっても 最後の死ぬ前の2年前に足に病気ができたときには神にそれ以上頼らず、お医者に頼ったの。そしたらその病気の結果2年後に死んだと。 彼が祈ってる時に神様が歴代史下の16章を彼に本人に直接与えたの人が、もし頼るなら頼りなさい、医学に、しかしその病気で死ぬんだと。で本人が飲酒の打っても駄目だし、飲酒が効かないと病院行っても駄目だ、本人も分かってるの。だから主に従う信仰によって解決しますと本人が心を決めたんですよ。それが彼が今ここに座ってられる 秘密であることを信じまして、血糖値500を薬も、お医者の手術も、医学的な力を頼らずに500まで行った血糖値を200以下に下げて、今ここに座らせておられる方がイエス様の天に昇ったイエス様の聖霊様であることを信じますように。信じればあなたもそのように何かある時に視線を超えて、 神の霊によってお医者までびっくりするような、こんな証人としてとうとうと生きることはできるんだと。アメン。この聖霊に対する聖霊の力とその働きの素晴らしさを絶対頼る。この世に医学に頼るんじゃなくて、人のお金に頼るんじゃなくて、人の頭の知恵知識に頼るんじゃなくて、 全ての面において聖霊だけに頼る信仰があれば、何があっても怖くない。死ぬことがあっても死なずに生きて主イエスが神だろうと証しができる。これが EMC が伝えるイエスキリストの福音であろうと。
信じますように。こういう水準に成長すれば、自分のすべて心の中が霊の中が満たされます。裸っていても恥ずかしくないし、寂しくないし、お金ないから、いつあのお金持ちになるの私は。いくら家道にいたって金は入らないし、こんな思いもないのもの中に。東京の街を歩いている日の中、ポケット中開けたら一番金がない人が親睦。時々すれ違うホームレスに、ああ申し訳ない、ごめんねという時があるの。なんで小銭一枚もないんだよ。小銭一枚もなく街歩いていたら、面と向かってくるのがホームレスのように見えたら、この中で、はあ、ごめんね、牧師が金を持ってないんだよ。金があればもう全部さあげたいのに。だからこの中に100円玉でもあればでも安心だよ。ジュースは飲めるからね。それもないときはまるでこっちが罪人であるかのように。だからできるだけ小銭は入れて歩こうとするんだ。そして小銭でもたくさんあるときあるときは全部数えないで全部数えないです。一生懸命数えるんだ相手が。全部捧げたときには心が喜びが満たされる。意味が分かった。意味が。しかしとにかく手ぶらで歩いていても寂しくない。天下にある権威を全部手に持ってるから、イエスの皆と聖霊に頼る信仰すれあればどこ行って何をやっても勝利だから、死の人が死なないで生きるんだからよ。アメン。ハレルヤ。勝利の道は明確にあるの。ただそこまで行かないから勝利ができないだけなの。アメンですか。彼は今回彼の人生の運命の山場を越えたの。さて、これからもいろいろと苦しみがあるはずなの。この世は苦しみに遭う世界だから。しかし今回彼は命を懸けてでも主の霊に従って罪を悔やめて信仰によって求めると、絶対死ぬことはない経験をしたはずなの。アーメンできます。本人できる。また痛い。さあ、彼は本当に今回の経験が一生効き目があると思う。なんで死が目の前に来るような試練以上ないでしょ。わかります。死んでもおかしくない状態になる。薬でもお医者は病院でもできない。こういう病、死を要求する病気より怖いものないでしょう。これを乗り越えたから、あとは怖いものありませんと。これを乗り越えた方法はただ一つ。牧師が言う時に、初めは罪を全部悔やめたのに、なんで他の人よりそんな罪たくさん犯してないはずなのに、こんな言葉が初めて出てきたの。おい君、まだ罪とは何か一も分かってないね。罪はお酒飲んだ、あの人と寝た、こんな罪だけが罪じゃない。神の計画に従わないのが一番の罪だ。これを人が知らない。人々は自分がイエス様を信じますと言って思っていれば、イエス様に従っていると思っているの。違うの。イエス様に従うのが心でそう思っているのが従うんじゃなくて、イエス様の統治計画があるの。統治計画は命の書に。アメン。それが何であるか、自分に向かう神の計画が何であるかを聞いて教えてもらって、それに従って実際に生きること、これが信仰なの。アメン。ただ信仰的なこういう、礼拝に参加したり祈りに参加したり、こういうことをやってるのが正しいクリスチャンじゃなくて、神の命令に実際に従うのが信仰なの。アメン。それが分かんないから今まで病気が治らなかったの。でもそれが分かって、初めは分からなかった、説明聞いて頭で分かった、祈ったら心でも分かるようになった、それで心で悔やみができたら病気が良くなってきた。これが皆さんを根本的に確実に救う癒す方法なの。アメン。何が？背きの罪、神の統治に
計画に従わなかったその背きの罪をまず悔い改めること。金曜日の説教を聞いてまだ悔い改めたそうだよ。 25年前しもべて終わったのに、その時従っていたならばしもべにもうすでになったならば、彼によって多くの人が救われたはずなのに、しもべにならなかったから、多くの人を救えるべき時を全部逃してしまったから、その分の罪があるんだと。金曜日祈祷会の説教でそれを悟って悔い改めたら、 もっともっと良くなったって、飲酒輪が70代と足らなくマニ合わなくたのが20でも間に合うようになったって、3分の1以下に減ったの。意味が見えますか？意味が罪一つを徹底的に正しくされて悔い改めたら、それと関わっていた問題が解決できるの、解決できる。ただ罪は徹底的に悔い改めれば悔い改めるほど本人にあった問題が解ける、解ける、解ける。それで完全になる。 ハレルヤ。神は気分頑丈、キリ人情で我々を救うんであって、約束された法則に、契約によって我々を救うの、癒しも救いも、助けも一緒なの。契約関係な、契約関係。ハレルヤ。だから皆さんの顔色見ないの？ケビンがハンサムでも顔見てケビンは救う。こんな計画はないの。従ったか従ってないのか。ハレルヤ。 ペンをつけるのもいいけど、悔い改めが先なんだ。ペンをつけたら美しく見える。でも悔い改めないと神の目には汚く見える。意味があって意味が。神は罪があるかないかを、従ってるか背いてるかを見て判断するんです。こういうすべてを教えてくださる方が聖霊様でありますし、 こういう信仰を見て働きかけて助ける方も癒す方も導く方も守る方も聖霊様であります。イエス様が今日父なる神から約束されたものすなわち聖霊を受けるまでは、エルサレムを離れないで待っていなさいと命じたの。使徒言行6:1-4節で、これを知らないまま次へ行っても意味がないの。イエス様が復活して、 復活して弟子たちのところへ現れて、まず語ったことは、大一声は何かというと、聖霊を受けなさい。なんで、イエス様が死んで復活するまで3年6ヶ月も教えたり育ててた弟子たちが、どういう信仰を持ってるか、十字架の上で死ぬ時見たらみんな見えてきたの。何が見えてきたの？都合がいい時だけ主よ主よと。 都合が悪くなったらみんなイエス様知らないよ、知らない。みんな裏切っていたから、弟子たちの信仰の底が見えてきましたよ。3年6ヶ月もイエス様が教える神学校をやってもダメだったってば。ハレルヤ。なぜよ、一番の原因が聖霊を受けてないことが原因であったから。復活して弟子たちに 姿を表して初めて語ったことが聖霊を受けなさいでした。聖霊がないといくらイエス様あなたを愛してます、心が燃えてイエス様と一緒に死ぬところも行きます、こんな告白をしてもイエス様がそれを聞き入れてくれないの。そんな口の言葉心燃えるいくら、そんなの当てにしない。なんでよ、いつゴロッと変わってイエス様を知らないと裏切ってしまうか分かんない、危ない信仰だから。 聖霊なしの信仰は。アメンですか？マタイ26-33-34節で、ペテロが死ぬところがでもついていきますと、あなたをそう愛していると熱い心で告白していたら、イエス様が何と答えたの？ああ、そうか。私の愛する弟子よ、ペテロ、お前しかないと。そう言わないで、イエス様が。こんな愛情を告白する弟子ペテロに、イエス様が何と答えられたの？ 今夜あなたは鳥が鳴く前に3度も私を裏切ると。イエス様は騙されないの。聖霊に頼らないで自分の気分感度力だけでイエスよイエスよいくら言ってもイエス様は騙されないの。そういう信仰はいつ敵になるか、裏切り者になるか分かんない、当てにできない信仰だから。だから聖霊様がまずあんた方は本当にイエスを信じて天国まで正しく
入ってきたいと思うならば聖霊を受けるんだよ。これを復活後にまず教えたんですよ。それから天に召される前に 40日経って天に召される登っていく前にオリブ山でなんと最後に今日読んだ箇所、まず聖霊を受けるまではエルサレムを離れないでここに待っていて聖霊を受けるまで待っていてよ。 聖霊受けないクリスチャンたちは何をやっても無駄だという意味は無駄だ。聖霊受けないクリスチャンたちの口の告白や行いや信仰を何十年やっていても、それはいつコロッと変わっていつイエス様を裏切っていつサタンに変えるか分かんないような当てにならない陸的な水準の信仰なの。神が喜ぶ水準の信仰に絶対入ることはできないと信じましょう。アメン。だから天に昇るイエス様は 聖霊を受けるまでは何もするな。皆さん教会今来ていてイエス様信じますと言ってても、聖霊受けて聖霊に満たされて聖霊によって生きる信仰になるまでは他のことやっても全部どうなる。後になったら無駄なの。無駄全部飛んでいくの。ピーター伝道師も介護学校4つも5つも持っていて、もう金がバンバン入ったって、でも痴漢だったら全部なくなって、 何千万円、5、6千万円ある金まで奥さんが全部持っていて、本人はもう何者か。いや、救いに至る信仰もなかった。死の3日まで彼が準備したのは、救いに至る罪から離れる、自分なりに生きる、それが罪だと悟るまで、それは死の3日まで前までかかったんですよ。やっとそういう信仰になって天に召された。やっと。 最後に何年か祈ったのは悔い改めだけなの。悔い改めだけ。聖霊によってやらないと罪が何だろうか意識が来ない。意識が大丈夫だろうと、こんなことはみんな一緒に人を憎んだ罪、みだらな罪、人を殺した罪を、罪じゃない、罪ではあるんだ。罪ではあって悔い改める必要はあるんだけど、 イエス様に背いた罪、自分なりに信じると言いながらも自分勝手にいろいろ計画して生きる罪が、イエス様を忠実化につけた背きの罪、一番怖い罪であります。聖霊によって生きない人々にこういうことを言うと反発しかない。ピンとこない。いくら言ってもある人は死の前、死の何日前までこれを説明しても理解できない人が何人もいたの。今までもあんた、 うちだな、よその教会通っていたりでも関わったりとかいるから、これこれの罪を悔い改めといけないと、癒されもしないし救いも難しいと言っても、自分はこれこれの教会にこれこれ長年通ってたから、もう救われてるのになんで神牧師あんたは余計なこと言うの、余計なこと言うと言ってる、思ってる。だから聖霊によって生きない人は罪を噛み砕いて目に見えるかのように教えてあげても、これが罪だからこれ悔い改めないですよ。 それでも聖霊によって生きない人にはこれが伝わらないの。聖霊に満たされた人にこういうことを説明したら吸収するの。アメン、わかりました。アメン、その通りにします。それで悔い改めれば癒されたり救われたりするわけです。ハレルヤ。じゃあ聖霊を受けるまでエルサレムを離れないで何をやっても無駄だからよ。主のために死ぬと言っても無駄よ。イエス様が相手にしない、そんなのは。意味が分かりましたか。 精霊によって神に従って生きたことが本当の信仰であります。それが救いに至る信仰ですよ。その罪を悔い改めて精霊によって神の心に従って生きると、病気があっても癒され、死ぬことがあっても守られて生かされ。ハレルヤ。もう目の前で言うんだけど、今お墓の中にいるべき人が今2人も3人も今ここにたくさん座っている。皆さんも全部そういう道通ってきたの。 お墓に入ってる人が今ここに死なずに生きてここにいる人が何人もいるといえば何人も。ハレルヤ。アメン。そう言ってるお前はどうかと、神牧師に向かってあんた今聞いたんでしょ。そうだよ、俺は49で死ぬことになってたの。占い師の計画で。<笑>占い師の計画で49を超えるでに死ぬと。しかしそれを超えさせてもらって、 今聖霊によって生きてるの。ハレルヤ。これが嫌なの。
皆さん、聖霊、聖霊、目に見えないからといって、軽んじちゃなりませんよ。教えないとなりませんよ。聖霊を教えて、聖霊によって生きる人が神の子供です。聖霊によって肉の技、情欲、罪を打ち砕いて、生きる人が命を得るんです。それで聖霊に導かれる人が神の子なのだと言われます。神の子なんだ。誰が神の子なんだ？イエス様を信じながら自分勝手に生きるとはサタンの子のまま。聖霊にとらわれて神の心を通り生きる人が神の子だと呼ばれる。アーメン。ローマ書8:13-14、15-16、そして本人たちも聖霊によって神の子をアッパ父よと呼ぶ人が神が見たときに子供に見える。それで子供に見えるから神がその人が自分の子であると明かして証明してくださる生活ができるんだと。聖霊によって生きないでイエスよ、我が神よ、父よ、パパよ呼んでも神様が子供だほで変なものが口を開けてうるさいだけだから、だんだん垂れたこれや。うるさいだけお前は、不法者。聖霊によって生きないと。だから神が保証できないの。ただ何かあれば、事故があれば事故に遭うし、病気があれば病気で苦しむし、それでも神が守れないの。なんで神の子になってないからや。意味がわかりますか？サタンとイチャイチャしながら、苦しい時だけ、神よ、神よと言うんだから、神の目に、神の子と見えないでサタンの子に見えるってば、聖霊によって生きないクリスチャンが、アーメンです。これが信じられるまで祈るべきですよ。ただと祈る、罪を徹底して悔い改めて祈るだ、うん。最後に言いますか、まとめますか。ペテロが10日間断食しながら120名とともに祈ったのが、聖霊が来るのを待ちながら祈ったのが何だかというと、まずは罪の悔い改めなの。なぜ？イエス様を裏切ってしまった罪があるから。復活したイエスを見てからも自分たちはイエスを伝える弟子として生きないで魚取りにまだ戻っていたし、うん、だからそれが全部主の皆を呼びながらも主に従わず世に従っていた罪を徹底的に悔い改めて祈ったら、10日後に聖霊が下りまして、聖霊が下ったら魚取りとかこんなのはもう関中にもない。まず町に出ていて、イエスが前もって約束した通りに、いや旧約聖書でヨエル書で約束した通りに、神が終わりに個人個人にご自分の霊を注ぐ。そうすれば若者が予言もするし、夢も見るし、老人が奇跡が起こる。今我々に起きていることがその約束の実現だと。イスラエル民族のユダヤ教の歴史を翻してキリスト教の教会を作る大説教を行ったのが、ペテロが、漁師上がりの魚臭いペテロが、ユダ敬虔なユダヤ人の前で、偉い人々の前で魚臭い人が出てきて、時代の流れを、運命を変える大説教をしたのが、聖霊を受けたその日なの、その日。ハレルヤ。アーメン。それから、びっくりした偉いユダヤ人たちが、おい、兄弟たち、どうすれば我々は、どうすればあなた方のようになれるのかとき、疑問に思った人が聞いたときに、ペテロが、めいめい、個人個人が、大祭司じゃなくて、個人個人が、これからは自分の罪を自分の信仰で悔い改めるんだよ。それでバプテスマを受けるんだよ。そうすれば、プレゼントのような賜物の力として聖霊をくださるんだよ。で、自分たちがどうして聖霊を受けたか、それに基づいてお勧めしたのが何だ？めいめい個人が自分の罪を悔い改めることだと。ハレルヤ。アーメン。罪を、どんな罪？人に悪いことした罪も悔い改めるんだよ。しかし、それよりもっと根本的な罪は、イエス様を信じると言いながらも背いてきた神の計画なんか考えてもない、で自分の計画を一生懸命立てて一生懸命そこで勝利して生きたこと、一生懸命生きたことが叱られることだと
思わないから問題だよ。一生懸命生きた分が彼が言ったの。一生懸命生きたから褒められることはあっても叱られる、裁かれることはないと思っていたって本人が。さっき言ったでしょ。自分なりの自分なりに一生懸命生きるのは神の聖殿、神の皆を取り壊す罪だってば。神に従って一生懸命生きること。これが信仰なの。アメンですか。この今日の説教、この1時間の説教の内容のようなこんな簡単なことは理解できないから、一生の間失敗するクリスチャンたちが世にはたくさん出てくるの。これをちゃんと悟って、この通りに生きると、一生の間勝利することができる。神に守られるクリスチャンになることを信じますように。主イエスの皆で祝福いたします。じゃあ、71番、賛美。71番の前に、イエス参加読んで、今までどう生きてきたか、イエス様は信じます、形ばかりで、神の計画は何であるか、それに従っていちいち従わず、自分なりにいろんな計画を立てて一生懸命生きた、この背きの罪をまず悔い改めて、それがイエス様を十字架につけた、十字架につけた罪だから、信じると言いながらもイエス様を今も十字架につけている罪を、犯している罪を今まだ悔い改めて、アメン。イエス様を信じながらも自分なりに生きるとまだイエス様を十字架につける罪を離れてないことなの、はい、それを悟してくださる方がでそれができるようにしてくださる方が聖霊様なんですよ。だからそういう背きの罪を悔い改めて聖霊の力を満たしてくださって聖霊にとらわれて聖霊の力で生きる神の子供になるように求めていきます。イエスさんかい。イエス。